ワンピース海賊無双フォーってな。聞いてねえのかバカザル、カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。こんな負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。じゃあまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。あとはこいつらを倒すだけか。やるぜ麦わら。着いたのか。こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。ビッグマムだと。
カイドウを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。ゾムギワラ、命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。来いビッグマン、俺の力思い知らせてやろう。いくぞ。死にな。台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと俺はもう逃げねえ。最悪の世代、生意気なガキどもが俺に立てつくんじゃねえ。四皇がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。海賊王になる男だ。
話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前バカ、女野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだろう。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲良く死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。おお、晴れ、出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐
白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切り、イーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前に、それぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り、新たな冒険を始めたルフィたちの前に、秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は、国唯一の医者ドクタークレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味は、ビビの祖国アラバスタへと舵を取る。ぼちぼち時間だ。クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは桜花七部海、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては、町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら、七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかし、その英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしているとは、みんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができれば、アラバスタは救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。やっぱり来たか、この国へ。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここで必ず捕らえてやる。とりあえず逃げるしかねえ。
カシギ、海兵どもを緊急招集。町をくまなく回って麦わらの一味を探せ。麦わらの一味が？了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトクロー。かげろー。えやめときな。お前は煙だろうが、俺は火だ。俺とお前の能力じゃ勝負はつかねえよ。てめえか、白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガス・ディ・エース。弟をね、探してんだ。エース。変わらねえな、ルフィ。逃さねえぞ、麦わら。諦めない。俺とルフィは止められねえよ。
ほどけよ。どかねえならぶっ飛ばすぞ。いや、安念しろ。はい。うっ、俺が道を作ってやる。まあ見てなって。すげえ。エース、ありがとう。麦わらの一味を逃がすな。サン、トロン。ビビ、どこに行きゃいいんだ。子供の頃使ってた抜け道があるわ。あそこなら海軍には見つからないはず。わかった。子供、行くぞ。そっそん、オンドール、サン、トール、そっそん、サン、トール、ヒョウ、シュッ。入った。とりあえず逃げるしかねえ。これじゃ話もできねえ。早いとこ海軍をまかねえと。お前らどこへ逃げる気だ。おい、お前ら急げ。敵の増援が来ちまう。三刀流奥義、三剣世界。そこの女、お前も麦わらの一味だな。待て。私はただの踊り子よ。聞いてない。ザコ野郎ども。ソン、トン、ソン、ソン。ちょうどよかった。こいつらぶっ飛ばすの手伝ってくれ。助かったぜ。早くみんなと合流しねえと。なんだお前は。変な着ぐるみ着やがって。この野郎、仲良いをバカにするのか。頼む、道を譲ってくれ。
譲る気なんて毛頭ありません。あなた捕まえなきゃいけないのに。ユミちゃんのためにもどうにか振り切らねえと。私一人でスモーカーさんと合流しないと。今のうちにさっさと行こう。切れると思うな。仕留めます。困ったな。
なんてしたくねえ。いきますよ。あとは俺がやる。てめえは撤退しろ。スモーカー大佐と連絡が取れん。麦わらはどこだ。今のうちに敵を撒くぞ。兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか。ああ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して一回も勝ったことなかった。あんたが一度も生身の人間に。そうさ、負け負けだった。でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てるって。こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これをお前に渡したかった。あ、髪切れじゃんか。そいつ持ってろ。ずっとだ。その髪切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。もう行くのか。ああ、俺は今重罪人を追ってる。最近は黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。奴は海賊船で最悪の罪、仲間殺しをして船から逃げた。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会う時は海賊の高みだ。来いよ、高見。ルフィ。いいじゃねえか。反乱軍は王都に近い町に本拠地を移したみたい。もう時間がない。大丈夫、
きっとまだ間に合うわ。とにかく先を急ぎましょう。やめた。は？おいルフィ、早く行って反乱軍を止めなきゃ。お前100万の人間が激突してエレー事態になっちまうんだぞ。つまんねえ。何を、こら！ビビ、俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ。反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのか。その町についても俺たちは何もすることはねえ。海賊だからな。こいつは考えもなしにたまに確信をつくよな。お前はこの戦いで誰も死ななきゃいいって思ってるんだ。国の奴らも俺たちもみんな。七部会が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、みんな無事ならいいと思ってるんだ。甘いんじゃねえのか。人は死ぬぞ。やめてよ、そんな言い方するの。今それを止めようとしてるんじゃない。なぜ誰かが死ななきゃいけないの。悪いのは全部クロコダイルなのに。じゃあなんでお前は命かけてんだ。この国を見りゃ一番にやんなきゃいけねえことくらい俺だってわかるぞ。何よ。お前なんかの命一個でかけ足りるもんか。じゃあ一体何をかけたらいいのよ。他にかけられるものなんて私何も。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ、仲間だろうが。本当はお前が一番悔しくてあいつをぶっ飛ばしてんだ。教えろよクロコダイルの居場所。